全国865のご当地ゆるキャラが人気ナンバーワンを競うゆるキャラグランプリが開催されました去年優勝しました熊本県のくまモンは1年間で25億円の経済効果を生み出したということで各地域ともゆるキャラを使った活性化に期待を膨らませています。 こちらの会場大変広いんですがそこを埋め尽くすようにたくさんのキャラクターと多くの人たちでごった返しています昨日から2日間にわたって開かれたゆるキャラサミットインハニュ生目玉がゆるキャラグランプリ2012立候補したのは865キャラクターホームページへの投票総数は650万票に上りました 先月三十一日時点でのトップは愛媛県の今治ゆるキャラバリーさん今月に入ってからは順位が公開されていないのでちょっと不安そうですこのまま優勝できそうですかわかんない候補者たちの戦いは本物の選挙戦さながらですバリーさんを追いかけるのが 山口県のチョルル山口県の PR 本部長としての最初の匿名がグランプリの獲得駅やイベントで投票を呼びかけ必勝祈願も被災地から出馬したのが。 宮城県の気仙沼市観光キャラクター海の子ほやぼうやです地元気仙沼市ではグランプリへの参加が街に活気を取り戻すきっかけになると期待しています投票が始まってから売り上げが伸びた商品もあります二三割増しぐらいははいなってると思います地域一体となってグランプリに取り組むのはその経済効果への期待からです 去年グランプリに輝いたくまモンの経済効果はなんと25億円今年のグランプリ有力候補バリーさんのブースにも長い列ができていました。地域のののの活性化のためにも大きな魅力のグランプリ。2012年の結果は。 グランプリは今までゆるキャラバリーさんですおめでとうございますグランプリにはバリーさんチョルルは惜しくも2位2日間の来場者は29万5千人地域の期待を担うゆるキャライベントは広がり続けます